いいっすね。Hi there, this is Ash. 皆さん、こんにちは、Ashです。今日はですね、まあ僕も普段使ってるんですけど、ストライモンっていうメーカーから新作のペダルが出たので紹介していきたいと思います。はい。で、今回はウルトラバイオレットっていう、まあちょっとここに、下の方に出しておきますけど、ウルトラバイオレットっていう超小型な、最近出してますよね。まあリバーブだったりとかディレイとか、ストライモンから出てると思うんですが、そのヴィンテージバイブっていう種類のものが出ました。ので、今日はそれを弾いていこうと思います。はい、で今画面切り替わったと思うんですが、スピード、ボリューム、インテンシティで、あとはモードっていうのが3つあって、ブレンド、コーラス、ビブラートで、バイアス、ロー、ミッド、ハイっていう非常にシンプルな作りになってます。で、まあモノラルもいけるし、ステレオで鳴らすこともできるよっていうような感じのものになっております。はい、で早速ちょっと音出していきたいんですけれども、ここからはもうずっとワイプの下に出しっぱなしなので、常にセッティングが見えるようになっているかなと思いますので、参考にしてみてください。今日の機材なんですが、レスポールスペシャルギブソンに、フェンダーデラックスリバーブのアンプにつないでおります。で一応、まあ、映っているのはこのエフェクターだけなんですが、他にもストライモンのディレイリバーブと、あとチューブスクリーマーが刺さっているので、ちょっと組み合わせながら紹介していけたらなというふうに思っております。でまずはバイパスですね。でフロントこんな感じ。はい、もういつも通りの僕にとっては慣れてる音なんですが、ここにちょっとオンしてみましょうか。はい、でスイッチとかもね、本当にこうなんだろう、ノイズがないように設計されてて、本当にステージ向きというか、実際にもうすぐ導入できるような細部までのこだわりがすでに感じられます。はい、じゃあ今早速オンにしました。音聞いてみましょう。ストライモンって本当になんかエフェクトめちゃくちゃリッチなんですよね。音がちゃんと太くて、でこういうようなモジュレーションでグワングワンかかっているようなものでもしっかりと音の輪郭とかが見えるので、僕は好んで使ってますけど、この、モデルに関しては同じことが言えます。ちょっとリバーブも足していきましょう。で、そこにチューブスクリーマーをオンしました。すごいかっこいい。もうちょっと弾いてみます。バイアスもちょっと変えてみましょう。
ですね。めちゃくちゃ気持ちいい。だからストライムやっぱエフェクトのクオリティがすごい高いですね。純粋になんか鍵盤とかに合わせても面白そうだし、ギターもちろんなんですけど、本当に気持ちよく弾けるというか、アイデアもいっぱいもらえたりとか、まあ、それタイムスリップできたりとか、本当にいろんなものが、まあ、音色しかりなんですけれども、そこから派生して、もらえるペダルだなというふうに思っております。はい、じゃあ今度ちょっとつまみを触ってみたいんですが、スピード一回マックスにしてみましょうか。しないよね。で、そこからミドルとかのバイアス見てみましょう。うん、このバイアスちょっと下げて、もう一回こっち見てみよう。下げた方が、バランス的にすごいですね。こんだけ強くかかっても、なんかこのバイアスの調整だったりとか、まあ、インテンシティのかかり方によってフレーズが埋もれない、そこが結構強いと思います。うん、もうちょっと強く戻してみます。インテンシティマックス聞いてみましょう。ちょっとフェーザーっぽいですね。スピードもちょっと下げて、このぐらい。触ったことないわけではないんですけど、しっかりこうやって触るの初めてで、なんかいろいろできるっすね、すごい。フェイザーっぽいファンキーなのもいけるし、このない状態で、でも全然いいんですけど、ノートをこう弾いてなかったとしても、すごい急にリズムを与えてくれるというか、なんかノリ、グルーヴが出てきますね。
じゃあ次はコーラスからビブラートに行ってみます。でまたセンターからやっていきましょうかね。でバイアスがハイになってますけど、純粋に音がすごい太くなるんで、リードとかで隠し味であってもいいかもしれないですね。そこからじゃあ極端にハイからローにバイアス変えたんですけど、
毎朝上げてみます。今度はインテンシティを強めでスピードを遅い、こんな感じ。最後に今度ブレンド、これを弾いていこうと思います。最初に紹介したこんぐらいかな。っていうのもいけつつ、ビブラートで柔らかい。で、しかもリードが太くなる。っていうのもいけつつ、ブレンド。
ワシュワする。で、これももしかしたらちょっとフェイザーライクな使い方もあのセッティングによっては使えるし、本当にやばいですね、いろいろ。こっからバイアスも変えてみますけど、はい、じゃあ今度はこれでスピード上げてインテンシティちょっと下げてバイアスミドルでこんな感じの音。想像以上でした。あの本当に触ったことがなかったので弾いてみてどんな感じかなっていう、本当に今見てくださってる、皆さんと同じような感覚でこのエフェクターに今触り始めたんですけど、予想以上だったな、深いなと思いました。弾いていくうちにどんどん、あ、こんなことできんだ、こんなことできんだっていう発見があったので、純粋にもうバイブっていうようなもののくくりなんですけど、それから発展していろんなことができるんだなっていうふうに本当に知ったので、いい機会になりましたけれども、いかがだったでしょうか。最後までお付き合いいただきありがとうございました。というわけで、アッシュでした。バイバイ。